ミネミナミ事件は、日本占領時期の香港で1944年12月24日に発生した内川運営組合に所属する汽船。ミネミナミが香港からマカオへ向かう途中で、アメリカ軍の空襲を受けて沈没し、近くにいた別の船に乗っていたものも含め349人の死者が出た事件。当日の午前11時、468人が乗り込み、 その9割ほどが中国人だった峰南丸は香港を出港したが、同じ頃、汽船、福海丸と小型汽船、新東安も航行しており、新東安は木製のポンツー2層を栄光していた。この中では、福海丸が先行して 1km ほど離れていたが、新東安号は峰南丸より 10m ほど先に出ながら並んで航行しており、 香港の西側の主要な航路である、流鼓水道の大小磨く塔の近くに差し掛かった時、アメリカ軍の戦闘機3機が飛来して、急降下から低空飛行しつつ、船の乗客の多くを機重奏車で撃ち殺し、1等、客室、2等客室の乗客たちは、混乱に陥りながら、散り散りに3等客室へ逃れようとした。アメリカ軍機は、機重奏車の後、 再び上昇してから爆弾を投下し、第1弾は煙突付近に命中した。船は傾き始め、そこに第2弾が投下されて、船全体が大破し、沈没した。船に乗っていた乗客たちは、機銃装者で死傷したものは別として、泳げるものは皆が海に逃れ、泳げないものは海上に流れ出て浮遊していた、大型家具などにしがみついていたが、 救命ボートを使って逃れた者はほとんどおらず、その他の大部分の乗客は客室内に取り残されて逃れることができなくなった。最終的に船は沈没し、わずかに煙突の先端だけが水面上に露出するだけとなった。隣を航行していた浸透案も、機銃掃射を受け、船長が被弾して死亡した。浸透案は爆弾は被弾せず、沈没も免れたため、 残った船員たちは助けを求めて、深見に向かった。深見の警察当局は、知らせを受けて直ちに船を派遣して、救援に向かい、また捜索と救助に協力した小船も一層あり、合わせて121人を救出した。そのうち24人は、受傷しており、その男性20人、女性4人は、九流の広派な委員に運ばれたが、うち男性1人は、重傷で後に死亡した。 その他の347人はそのまま現場の海に沈み、浸透案の船長も合わせて349人が犠牲となった。死者の中には香港仮民代表だった陳蓮白も含まれていたが、その妻と子供一人は生還した。ありがとうございます。